日本大学山形高等学校は山形県山形シトリーが丘にある私立高等学校。通称は日大山形校、日大校、日大山高。日本大学の付属校である。校歌の歌い出しは Boys Be Ambitious。なお、1989年から2014年まで併設されていた日本大学山形中学校についてもここで述べる。 山形県内で最も生徒数が多い高等学校である。1958年に学校法人山形学園運営の山形第一高等学校として開校。1962年に学校法人日本大学に合併し、日本大学山形高等学校となる。全国に先駆け、高等学校として2002年に、 国際環境企画 ISO14001 を認証取得した。学科としては普通科のみだが、進学コース I2 特進コース2003年度より設置された推薦入学のみのスポーツクラスがある。かつては商業科があったが、現在は廃止されている。男子バスケットボール部は1982年春の選抜で野城工業を下して優勝している。 また、男子水泳部も2001年、インターハイの競泳の部において、総合優勝を果たしている。2006年8月、公式野球部が、夏の甲子園で、山形県制発の全国ベスト8に入った。その準々決勝戦では、全国制覇の早瀬が実に前線し、8回表まで、2から1と1点リードしていたが、その後8回裏に逆転された結果、2から5と敗退。 ベスト4進出はならなかった。翌年の2007年、2年連続で夏の甲子園に出場したが、初戦で、この年の春の優勝校徳小菊川と対戦し、4から12で敗退した。2013年の夏の甲子園では、日大三、作新学院、明徳義塾といった全国制覇を経験した学校を下し、山形県制初の全国ベスト4に入った。 2017年には男子バスケットボール部が県予選を勝ち上がりウィンターカップ2017に出場した。1回戦で兵庫県の育英高校に71の66で勝利している。続く2回戦では長崎県の長崎西高校に66の65で勝利しベスト16に進んだが3回戦で 愛知県の中部第一高校に95から72で負けている。10年振りの全国大会出場だったが、個々の力を見事に発揮し子合復活とも言われている。また、サッカー部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、ラグビーフットボール部、ハンドボール部、その他の部活動も全国大会に出場している。制服は、男子は百五十八年の開校以来が喰らんで、 あり、女子は1966年の女子部開設以来、セーラーである。2016年現在、6つの校舎と2つの体育館がある。生徒数は県内最大を誇るが、近年は減少傾向であり、2006年時点は1680人であったが、2013年時点では1272人となっている。 1989年4月より、日本大学山形中学校を開校して、併設型中高一貫教育を行っていたが、2012年度より、生徒募集を停止し、2013年12月26日開催の山形県私立学校審議会にて、少子化により入学者の確保が見込めないとして2014年3月31日付での廃止認可が当選された。 2014年3月15日に平行式が挙行され、日本大学山形中学校はその歴史に幕を下ろした。開校から廃校までの累計卒業者数は743名であった。ありがとうございます。